岸田総理大臣は今日の閣議で税収の増加を国民に還元することなどを掲げた新たな経済対策の策定を閣僚に指示しました。岸田総理は閣議の中でコロナ禍を乗り越えた国民は今度は物価高に苦しんでいると指摘した上で、今こそ成長の成果である税収増を 国民にに適切に還元すべべきとと考えていると述べましたその上で、昨夜表明した物価高対策、持続的賃上げ、国内投資促進など、経済対策の5本柱を改めて示し、賃上げ税制の強化などを含めた具体的な対策を、10月末をめどに取りまとめるよう、閣僚に指示しましまた、はい、ここからは政治部の高田啓太デスクに聞いていきます。 岸田総理が掲げたこの税収増を国民に適切に還元するこれはどういうことでしょうか、はい、この還元という言葉なんですが、ええ、関係者によると岸田総理のかなりこだわりの言葉だったようなんですね。 はい、で今、税収というのは、まあ、そもそも、えー、コロナ禍からの景気の回復ですとか先ほども出てきた円安に伴う物価高などの影響もあって、えー、昨年度71兆円と前の年度に比べて4兆円も増えているんですね。はい、なのので岸田総理としししてててはこのお金をを国民に還元して、えー、暮らしを支えて そして経済の好循環につなげよううとということなんですうん、うん、で具体的には先ほど出てきた5本柱物価高対策とか持続的な賃上げなどのこの5本柱もともと実は4本柱で土壇場でこの賃上げと国内投資を別々にして、まあ、より目立たせる形になったんですが、まあ、これに基づいてこれから具体策を定めていくことになりますそのこれからという具体策私たちにどのように還元されるのか、はい、それを早く知りたいところですよね。 岸田総理が言及しているのはまずここまででして、うんえー、ガソリンなどの燃料そして電気・ガス代の補助物価高に伴う地方交付金を追加すること、えー、賃上げの支援の減税制度を強化することそして、えー、いわゆる年収の壁を乗り越えるための支援策、うんまあ、ここまででしてこれからここにさらにどういった対策が追加されるかがポイントいうどういった方法でとというのも、ね、気になるところです。そそううでですね、はいはい、そしてここの岸田総理が還元という言葉にこだわった裏で実は 言われたくなかった言葉があるというのがちょっと入ってきました、はい、それが何かというと増税とばらまきこの2つを言われたくなかったようなんです でもちょっと岸田総理と言うとというふうに連想しやすい言葉かなという印象もあります,、はいすねはい、ただ実は岸田政権でこれまで大きな増税とかは特にないんですけれども、えー、貿易費の増額に伴う増税を打ち出したり、はい、え一部政府税制調査会などが出したサラリーマン増税というふうにそれ答申が報道されてしまったことなどで一部で増税のレッテルを貼られる向きがあるんですねなのでまあこれをなんとかえ岸田総理としては排除したい払拭したいということで今回減税による還元というのを かななりり盛り込むこことにこだわったようなんですそしてもう1つ、ばらまきの方なんですけれども、えー、岸田総理の家計支援策について、一部ばらまきという批判があって、これもやっぱり岸田総理としては払拭したり、えー、政府関係者としても、まあ、ばらまけばいいということではなくて、うん、設備投資や研究開発など、次のものを生み出す、いわゆる好循環につながるところに還元するということにこだわっているようなんです。そして岸田総理の発言で昨日、えー、気になる部分があったのがこちらです。 岸田政権では今後3年間を変革期間として集中的に取り組んでいくこととしています、はいこの3年間,3年間、はい、今回の経済対策で目指す変革には3年間かかるということでつまりこの対策は3年間かかるんで岸田政権、そこまでしっかり続けさせてくださいと。 いうメッセージにも取れる言い方を岸田さんしたんです、はい、長期政権の意欲というところなんでしょうか <laughs> え古市さんは今回このばらまきじゃなくて還元どういったところ頑張れば、うん、いや結局岸田政権が何をしたいかってことにつけると思うんですよね、うん、例えばちょっと前ま 異次元の少子化対策ということをすごいアピールしてましたけれども、はい、今回、その中で一応5個ある項目の中で、まあ、人口減少をどうにかするということを言ってますけれども、うんはい、異次元の減少対策をやるということと、うん、今回の還元はどう関係してるのであるかとか北政権が3年間を使ってこの国をどんな国にしたいのか、うん、もしもその異次元の少子化対策の時にしたように、まあ、少子高齢化が非常に重要な問題でもっともっとその若者を増やしたいとか子どもを増やしたいというんだったらそこにお金を使うべきだし、うん、なんか結局、その還元と言いながら要素がたくさんあると、うん、結局何したいのっていう。 根本,本の疑問に戻っちゃうのかなっていう気がしますねポイントポイントじゃなくてこう流れにしていい循環を生んでいってほしい、はいれははい、ちゃんと宣言してほしいですね、はい、思います